さあ毎週月曜のこの時間はこの学校のウルトラサーバーにある秘密の研究室からパフューム研究員が登場。オーラ2って佐藤の歯ブラシだったりとか歯磨き粉だったりとかとパフュームがこうさ、まあ、コラボっていうか、はい、CM とかやってて、はい、で新しいさ写真がさ今日アップされててさ、それアップ拡大して見てんだよさ、はい、綺麗だよねすごい。いや普通に思っちゃってるパフュームってインスタですか何ですか。これねツイッターだから大丈夫、うん、いいね押さないように全然、ね、押してもいいし別にいいから公式のアカウントだからね。そうですね、オーラ2のやつは何も思われないから。そうツイッターは OK OK さあ今夜は七夕が近かったということでパフュームの願い事を短冊に書いていく研究、さらに本日発表になったパフューム最終ニューシングル If You Wanna について最新情報を研究していきます。パフューム6選Perfume Locks Starring Perfume新曲 If You Wanna を研究せよ。さあ2017年8月の30日にニューシングル If You Wanna リリース決定しましょう。こちらが表題曲となっておりまして、タイトルなんですね今の。そうなんです。If you wanna 何か続きがありそうよね。あ、本当だね。If you wanna そこで止めるっていうことですよね。うん、ね、好きですかゆな。曲自体は、うん、本当に新しいリズムなんで、うん、その新しいリズムの取り方を提唱したいです。あ、そうだね。そうだね。やっぱこの楽しさを広めていきたいなというのはあります。うん、確かに今までにないパフュームの音になってると思うし、うん、楽しめると思うみんなも、うんうんうん、あとなんか声も結構ケロケロっとしてるよね、うん、確かにそうかも。久しぶりに結構ケロケロっとした感じかも、うん、ね、確かに、うん、で、まあいつものごとくあの歌い分けはちょっと不思議な感じになってまして、うん、絡み合う声たち、うん、感じですかね。そうだね、そんなことでしょうかね。はい、そうですね。いや踊れる曲だと思いますから、ね、うんうんうん、これはちょっと夏ちょっと聴いてほしいな、ね、夏にぴったりな気がする。あ、8月30日、まあ、秋口というふうに言っておりましたけれども、うんうん、まだまだのっちさん的には真夏です。もう間がつくくらい夏だと。そうでしょ、間なんですね。真です、真夏なんですね、ま、なるほど。確かにまだ暑いだろうね。うん、ぜひともこちらで踊っていただきたいなと思います。はい、それがね1曲目で、で2曲目がエブリデイという、あ、うん、アワーだ。はい、アワーですね。アワーだ。パナソニックの泡洗浄の洗濯機のね、うんうん、映像見てくれましたでしょうか。ね、うん、叩き洗いとかもみ洗いとか、うん、なんかいろんなことやってるんですけど、うん、なんかダンスであそこまで組み込むのも初めてだし、ね、なんか最初聞いた時は笑っちゃったけど、うん、あんなおしゃれに展開できるんだ、うん、みきこ先生天才。すごいね、誰もが思ったし、うん、何でもこう難題をクリアしていってくれるんだ ね、 ね、この曲もあの振り付けで輝きを増しました。うん、今ねちょっと流れてるところもありますけど、うん、その他の部分もかっこよくって。そうだ、ね、そうなんだよね、うん、だからもう早くフルで聴いてほしいなっていうのはありますけどね。はい、踊れる楽曲、心弾む楽曲だと思いますから、夏にぴったりですね。あー、ちょっとぜひとも皆さんには楽しみにしておいていただきたいなと思います。どれだけ君のことを思い続けたいな。セブンスヘブン、皆さんこんばんは、はしゆかです。のっちです。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。たくさんの生徒からの依頼、七夕なのでパフュームの願い事を短冊に書いて研究せよ。ちょっと過ぎちゃったけどね。ちょっとっていうか普通に過ぎてんだけど ね、 ね、これ過ぎた場合でもね、前だとわかるけど、うん、終わってからやるって何なの、どうなの。あ、それで叶えてくれるってことね。すごく出てくるしね。たくさん出てきたね。姉さん出てくる。うん、これは1人5万円のかな。出た出た。じゃあこれでも5個叶うわけじゃないっすよ奥さん。あ、もう分かってます。これね、中でね1個選ばれるんですよ。もう経験がものを言ってますね。本当にもうどれほど時間をかけてこれ考えてるかも皆さんねお察しくださいね。はい、まあ、とりあえず書きますかね、はいはい、5枚。書けました。
かけました。かけました。かけました。結構今年時間かけてね。おい。そうですね。あのしっかりかけました。コロロロの中でだいぶいろんなのありまして。ねあったよね。はい。これじゃあ一人5個を一気に発表していく。うん、了解です。じゃあまず私からいきまーす。はい。猫語が話せるようになりたい。おお。あーそれちょっと。リオンの抜け毛が収まりますように。あそれもちょっと。そう。夏が少しでも涼しくありますように。いいね。家にある本を読む気力が湧きますように。うんそれはもう。失礼します。みんながもっとドラマを見てくれますように。はい。なるほどね。以上の5個です。いや、とても歌集家らしい5個でした。そうでしょ？あの、飼い猫とね、やっぱお話できたらいいし。うん、そう、もうね、猫語って言ったのは、リオンとはある程度こう目とかね、うん、表情やらで会話ができるので、うん、外の野良猫とも会話をしたい。あ、そうか。なんならうちに来ないかって誘いたいから。うんうん。ナンパしたいと。そう。ナンパするためにも猫語を習得したい。で、猫って今毛抜ける時期だったりするの？そう。ちょっと前からね、梅雨前くらいから寒毛期って抜け毛の時期で。実チェラ。え？なんかね、すごいのよ。毎日掃除機かけてもふわふわ溜まってくるから。うん、いや、それもうしょんないやん。もう。しょんない。しょんないけど、せめて少しでも減ってくんないかな。夏が少しでも涼しくなってほしい、うんうん、これはいいね、まあ、暑いの嫌だから、ね、これは全員が思っとる、うんうん、で家にある本の読む気力が湧きますように、うん、湧きますようにそっからだよねまずそこから、うん、もう手に取ることさえ億劫になってるからいや本なら買うなやなんかさたまんない本ってたまるほらねたまるよねで気力が湧けばね読めるんだよねそうそうそう、うん、そのスイッチが入るまでがね、うん、何年かかるかって話なの何年もね年単ね、うん、だからそのね気力が欲しいなっていうのとあとはもっとみんなドラマを見てくれ歌集家がだってさもうぶっちぎりでもう量見すぎてるから見すぎなのよこの間10個見てたからこの間前区前のクールは10個見てた友達いないの、うん、ってなったもん。さすがに確かに友達いないのかもしれない。気づいちゃったよ。このうちから一つ選ばれんの。一個目のやつ採用。え、ちょっと待てよ。一個目どれ？猫語が話せるようになりたい。一番最高のやつじゃん。いいの？やばい。ナンパしていいって。いいってわけじゃないんだけどナンパしていいって言われたでもこれ願い事をその吊るすことを採用してくれてるだけであこれを叶えるとは言ってないんですよいやらしいよ本当に何のための5枚だこの謎に引っかかっちゃうよいつも本当にまあやられたわじゃあでも引っかかいてないね、うん、いいですかはいのちさんじゃあまず1個目、うん、おいしいって言いたい2個目嬉しいって言いたい3つ目面白かったって言いたい4つ目かわいいねって言いたい5個目ちょうどいいねって言いたいですはーい今日中に叶うんじゃないかななんかこう美味しいとかさ面白かったとか、うん、かわいいねとかすごいポジティブな言葉をたくさん言える、うん、言いたいなって、うん、人に対してそういう環境にあったりとか環境に自分ができたらいいなと思って、うん、はいねサーバーえただ最後のそのちょうどいいねっていうのはちょうどいいねってめっちゃいい言葉じゃないその寒いでもない暑いでもない今日ちょうどいいね塩辛くも薄くもない、うん、あ、塩加減ちょうどいいね最高じゃないそういうものに私はなりたい5つ目のやつ採用を、うん、5つ目採用されたよちょうどいいねありがとうございます納得なんですかそれでちょうどいいねと腑に落ちてますか腑に落ちてます他はもう願えないですからね。そうね。短冊にね。個人的に。個人的に言っていきます。秘めて。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ私いきますよ。あっちゃん。一つ目。断捨離できない自分とうまく付き合えますように。深い。
2つ目大奮発しすぎませんように3つ目寝つきよくなりますように。へえ。4つ目新しいところでもたくさん愛されますように。5つ目新しく入ってくれる人と仲良くなれますように。運転だけどうかおねしょす。はあ、なるほど。1個目が、1個目はちょっと断捨離？そうなんですよ。私ね、やっぱりこれは何々の時の何々さんにもらったやつだから、思い出だからって言ってずっと取っといちゃうあれなんですよ。うん、そういうこうものが多くなりすぎちゃって、うん、お洋服もそうですけど、うん、物もそうだし、なんかこう食器とか、うん、そういうものもやっぱりすごい増えちゃうんです。ただまあそれ使うときに旅にその人のこと思い出すんで、うん、きっと気持ちは届いてるとは思うんですけども、自分もプレゼントとか渡すときにもう渡せたことでハッピー、嬉しかったな、うん、喜んでもらえた、でもうそういうもんじゃないですか、うん、その後はもうその人の自由だし、手から離れていってからは。でもなんかこう自分ではなんかそこがまだ消化できないというか、うまくこう付き合えなくて、しなきゃしなきゃ部屋がごたついてるぞって思うんだけど、全部大切で、それをちょっとうまくこう兼ね合いになりたいなって。あるね。 あと人にやっぱりねちょっとこうプレゼントとかしすぎるあれがあるんでそれはでもいいことだよね。ちょっと持っちゃうんだね。ちょっとやりすぎちゃう。一緒やっちゃうかって、そうよっしゃってい う, こう勝手にこう拍車がかかっちゃう時があるんでこれでこれでこうあーいい時あるんで、ちょっと男気出ちゃう、はい、あーなんだっけ、あの奮発しすぎないようにっていうのはプレゼント、プレゼントのってことか。そうです。なるほど。だちょっとこう2つ目の、うん、気使わすんだよねこういうのね。はははとか、あとまあ寝つきは良くなりたいですね。これちょっと下手くそなんで、うん、意外でした。知らん間に朝までずっと起きてて、それの戦いなんで、もうまた寝れない、明日もあるのに寝れない寝れないっていうこう悲しみの夜悲しみの夜悲しみの夜、うん、それは少なくなってほしい、はい、寝てほしい、うん、それでずっと3年間支えてくれたマネージャーさんがちょっと移動することになっちゃって、うん、まあ人事なんでね、うん、申し訳ない しょうがないんだけども、出世です。そう出世ですから、うん、もう明るく送り出したいんですけども、あの本当に大切な仲間なんで、新しいところでもたくさん愛されますように、うん、4つ目、そしてうちに来てくれる新しい人、うん、運転だけはちょっとどうか、車酔いがね激しいんで、うん、ちょっとそこのとこはお願いしますどれ採用されるんだろう。あ、悩んでる。サーバー珍しい。サーバーにも心がある。あるんだね。 AI が発達しすぎて悩んじゃったのかな。本当だね、本当だね。人工知能がやば、発達してるから、面白くいくかマジにいくかみたいな、ね、それ言われてはちょっと出しづらいと思いますやっぱその例のマネージャーも近くにいることだし。そうですねサーバーを後ろから見てるし。5つ目のやつ採用を。あ、5つ目のやつ、新しく入ってくれる人と仲良くなれますようにからその離れてく今いるその彼のことは4つ目はだから振ったんすねそこはあのかけないでくれともう後ろ向けないっすわはい、ということでじゃあ採用された願い事はウルトラサーバーのケーブルに吊るしておきます。ヘブンに乗せてのね3人のね、はい、お願い事、うん、ねいいね、みんなね、いろんなこ の字を見てほしい、だからみんなにはそうです、ね、字に思いがこもっている。でやっぱ3人とも字全然違って面白いですね、それもね、うん、かわいい感じで。カシユカそうね、はい、猫好きだからな、猫と話してるカシユカ、はい、動画とかを上げたら、うんうん、一気に14万リツイートぐらいとか多分いくだろうしな何の想像してるんですか。いやだから猫と話すことができるようになって、はい、カシユカが実際にその短冊に書いてあるね、はいはい、で猫とずっと喋ってる動画が上がれば、いや動物のやつってさすごいさ、また話あれだけど SNS になっちゃうけどさ、はいはいはい、すごいリツイート数とかされんじゃん。すっごい人気ね、うん、人気ある、ついつい見ちゃう、うん、はい、あーちゃんもいっぱいあるんだな、はい、いろいろね気持ちもいっぱいあるし、うん、そしてやっぱ新曲よこれ。新曲ね、来月の30日リリースのニューシングル
う、あーちゃんが If you wanna って上がってたから If you wanna って下がるのかなと思ってたらでも続きがあるかもしんないみたいなこと言ってたから、あーそうか、その言葉のね、ああなるほどなるほど、だから新しいリズムの取り方とか今までに多分 Perfume の楽曲の中ではないようなみたいなことも言ってたし、ライブでどう盛り上がるのかも気になるしね。あまあ後的にはこのリリース日8月30日は真夏ね、北海道の俺からしたらもう夏は終わってる、はい、でもノッチが言うんであれば真夏だ、はい、8月30日はいつだって夏になるんだ、この曲聴いたらきっとね、全国的にはそうだから、そういうことなんだ、ちょっと全貌、はい、いつ明らかになるのか、うん、楽しみに待っとく Perfume 研究、今日もどうもありがとう。明日のこの時間はスクールオブロックの進路室の代表アレキサンドロス先生が登場、アレキサンドロックス、スクールオブロック。